こんにちは、黒田和之です。今日もご視聴ありがとうございます。今聞いてもらったストレートのチェイサーですね、解説していきたいと思いますね。これもともとですね、この曲を、ちょっと解説してもらえませんかっていう、コメントがあったんですよ。でその、URL 貼っていただいたんですね。でそれがチックコリアの、演奏してたやつなんですけど、多分ドラムがデーブ・エクルでやってたんですけど、その時にね、こうどう数えても僕はその12小節に聞こえないっていうんですけど、まあ僕数えたら普通に箱が全然聞こえてきたんですけどね、こういうことやってるんですよ。ウッタタンジャンって普通はやるところを、タドーンタンチッキみたいなことやってるんですよ。タドーンタンチッキ。そうするとこう、まるでこの1の裏が頭みたいに聞こえちゃうんですよね。でこういう風にして、なんかこう、境界線をぼやかしたいみたいな、コーラスの変わり目とかをね、
こういうコーラスの変わり目のこの20線のところ、普通だったらこう初心者は頭タトンジャンって切っていくんですけど、これはもう分かってて当たり前だから、そうするとコーラス数を重ねるごとに毎回毎回ここで区切れるんじゃなくて、区切れ目をずらしたいわけですよ。だからぼやかすためにわざと違うところにアクセントを持っていくっていうのをやるんですけど、これを意図的にやって演奏してねっていうふうにベースとギターにお願いして演奏したわけなんですね。演奏の中ではですね、まあコメントで書いておきましたけど、これってあのダバララダバラララララのところをうまく取っていくとですね、タンツタタンタツタタンタツタタンタツタタンってやると、まるで三連符でいうところの普通の大きさの違うレガートができるみたいな感じ。このアプローチを僕はあのテーマの2コラス目でやっています。で、境界線をぼやかすですね。なので、ウタン、ウタンっていうのを結構たくさん入れてやってます。ギターソロの1回目ですね。なので、そういうところも、わざとやってますね。で、ギターソロの2のところのではですね、タッタン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 っていうベースがちょっと弾き始めてて、まあ、大きな3拍子がこの風に乗っかってくるんですね。僕は必ず4サイドで見ていて、3拍子上に乗っけるっていうことをやってるんですが、そういうことをやっています。ウラウラウラのフレーズでですね、ウラウラってことじゃなくて、タタンカ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 ン、この表記ですね、8分音符、最初と最後だけが8分音符で、あとは全部4分音符にすると全部ウラっていう意味なんですね。だん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 、4ビートに行きたいんだなって思って、ここで4ビートに切り替えました。タッタッタラバラバデガデガデガデタッタっていうふうな来たから、歌った、歌った、歌った、だったったったつたったっていう、これはまあ定番のフレーズなんですね。なので、これはあの、これが来るんじゃないかなって予測して、みんなで合わせたって形ですね。で、ベースの5コーラス目は、弾いてるとこがこの丸のとこなんですけど、たつたつつ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 っていうで、5割になるんですけど、まあよく定番でやるフレーズなので、まあ、5拍割やってるなと思って、僕はちょっと合わせたり合わせなかったりしています。で、メロディーがですね、最後のテーマのところなんですけど、5小節目6小節目と来て、でここら辺でベースがねフレーズを弾き始めたので、僕もついてって、ここから1拍半割りで行ったんですね。そうするとツタルブダブルダツタンツタンプタバララっていうところがぴったり合うように、ここをターゲットノートに引き伸ばして3拍フレーズやる。なんとなく感覚で歌ってたらぴったり当たったって感覚ですね。ここを目指して引き伸ばしたって歌ったよりというよりかは、まあここから歌い始めたら、ああ当たったわって感じに近い感じだと思います。はい、以上のことを踏まえつつもう一度見てもらうと、まあコメントも、ああそういうことかっていうところがわかるかもしれませんという試みでございました。というわけで、本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。